なたの周りにいるナルシストはもしかしたら隠れナルシストだと思いませんか？彼らは一般的なナルシストよりもっと悪質で密かにターゲットの邪魔をします。今日はあまり目立たないだけど要注意が必要な隠れナルシストのサインについてお話しします。どうもご視聴いただきありがとうございます。中村凛です。今日お話しする隠れナルシストなんですが、実は彼らは一見いい人そうに見えますし、親切で謙虚な人も多いです。一般的なナルシストと反対に、周りに自身について自慢したり、大胆な行動を取ったりはしないんですね。ただ彼らと関わると、小さな面倒なことがたくさん起こったり、何かがおかしいと感じ始めます。一般的なナルシストについては、こちらの動画で話しているので、まだ見ていない方は概要欄に貼っておくので、ぜひご覧になってください。私が今まで関わったナルシストも、彼女たちが隠れナルシストだと気づくまで少し時間がかかりました。彼女たちが隠れナルシストだと分かってからは、厄介なことばかり起こって、この状況は普通ではないというふうに感じました。隠れナルシストと接していると、何か異様に感じるものがあるんですね。彼らは目立たない存在かもしれませんが、こちらの行動一つで攻撃的になるかもしれません。この動画では彼らの20個のサインについてお話ししますので、当てはまる項目が多いと、もしかしたら今あなたが相手をしている人物は隠れナルシストかもしれません。でも、もし今後こういったナルシストと出会った場合、早い段階で彼らが隠れナルシストだと気づくことができますし、仮に仕事や友人関係など、彼らと関わらなくてはいけない状況でも、自分に影響しにくい距離感を保つことができれば、早めに対処できるかもしれません。まず一つ目のサインは、一般的なナルシストと似ていますが、傷つきやすく嫉妬しやすいです。彼らは競争心が強いので、彼らと関わると、どんなに小さいことでも終わりのない競争をしているように感じます。なぜなら彼らは自分の方が相手よりも優れていると考えているからです。二つ目は被害者のように振る舞ったりします。自分がちょっと気に入らないことがあれば、こんなことをされたなど言ってターゲットを悪者扱いするんですね。他人を悪人に仕立て上げるのが得意で、ただ、自分に都合が悪いという理由だけで人を悪人に仕立て上げる立ちの悪い人間が隠れナルシストです。三つ目は人を見下す皮肉が多いです。皮肉というのは相手の欠点や弱点を遠回しに非難して相手に不快感を与えることを表します。直接的ではなくあくまで遠回しな言い方で続いてくるのが皮肉です。彼らは人の間違いなどを指摘するのが大好きで、皮肉を他人を見下すツールとして使っています。ここで2つ例を挙げます。例えば、やけに時間がかかるなと思ってたけど、わざわざ頼んでないことまでしてくれたやな。ありがとう。新しい恋人ができたやな。長続きするとええな、今度こそは。こういうターゲットが何かをした後に、回りくどくターゲットのしたことを言って攻めてくる人のことです。彼らは人の上げ足を取ったり、荒探しをするのが大好きです。四つ目は、周りの人を巻き込んで利用します。ナルシストの自己破壊的な行動パターンを続けることを後押しする人のことを心理学でイネブラと言い、このナルシスト本人に代わって周囲に毒を吐く人物をフライングモンキーと言います。フライングモンキーはイネブラよりもっと悪質で攻撃的です。心理学ではナルシズムは伝染すると言われています。ナルシストは自分の目標などを達成するときにこの代理のナルシストであるフライングモンキーを自分の駒のように扱って操作します。このナルシストをフォローする人たちフライングモンキーやナルシストに力を貸して手助けをするイネブラについてはすっごく奥が深いのでまた今後別の動画でシェアしたいと思っています。隠れナルシストの5つ目のサインは彼らは物事を大げさに騒ぎ立てる。また、揉め事が大好きです。こういう人を英語でドラマクイーンと言うんですが、まさに
ドラマのように何かが起こっている時にエキサイティングして、小さなことを大きく騒ぎ立てる人のことを言います。このドラマという言葉はトラブルとか揉め事とか喧嘩があった時に使うので、マイナスな意味合いの方が強いです。6つ目はターゲットから情報を集めます。彼らはいろいろ聞いてきて何でも知りたがります。なぜそんなプライベートなことまで聞いてくるのっていうことまでしつこく探ってくることがあります。理由としてはいろいろ挙げられるんですが、こういう人の心理は自分に自信がなく、自分よりも優れていそうな人を探して、ちょっとでも自分の方が優れていると思えるところを見つけて優越感を得ようとしています。こういうタイプはいい人を演じながらも人のことをネタにするのが好きで、裏の顔を持っていたり、人のことはずかずかと聞いてくるのに情報収集が目的だから自分のことは極力相手に教えなかったりします。7つ目は相手から得た情報や過去に言われたことされたことをはっきりと記憶しています。これは奇妙ですが、何年にどこどこで何々が何々したの覚えてる、あの時何々でなど言って、彼らは何十年も前に起きたことを覚えていて、会話中その話題を出してきたりします。8つ目は復讐心が強いです。これは攻撃的で悪質な隠れナルシストの場合ですが、やられたら徹底的にやり返すタイプなので、敵に回すと追い詰められたり、恐ろしいナルシストの特徴です。彼らは周りの人を味方につけるのが得意で、計画的に少しずつ動く特徴を持っています。9つ目はあらゆる方法であの手この手を使って話を作り上げて噂話をします。特徴7つ目で言ったように、相手から仕入れた情報をもとに周囲の人間またはフライングモンキーを使って話を大きく広げるんですね。このタイプはありもしないことをでっち上げたり、言っていないことをあたかも言ったような言い方で周囲に噂を広めるので要注意が必要です。例えば、そういえば〇〇がこんなこと言ってたよとか他人に言うタイプですね。他にも裏の顔を使っていい人を演じてターゲットを心配しているように見せかけて噂話をしたりするんですね。それプラス被害者のように演じるのがプロです。例えば、〇〇最近どうしてるんやろ、もうあんまり話さなくなったしな、あんなに仲良くしてたのに私たちのことなんかもうどうでもええやろな、信じられへんとか言ったりして心配してるように見せかけて相手の価値を下げたりします。10個目は彼らは観察をしています。密かに行動をとるのが隠れナルシストなので、彼らが黙っているとき周りを密かに観察して他人の会話を聞いていたりします。忙しいという理由ではなく、 LINE を送ったけどわざと既読無視したり、電話を無視したり、名前を読んだけど返事をしなかったりという特徴があります。11個目は相手に同意し味方のように見せかけて嘘をつき人を裏切ります。ナルシストは虚言癖がある人が多いと言われています。虚言癖とは嘘を繰り返すことで、それが癖になっている状態です。虚言癖がある人は何度も嘘を繰り返すうちに、嘘をつくことに対する罪悪感を感じなくなって、平気で嘘をつくようになります。ひどい場合は、嘘と現実の境界線がわからなくなって、嘘をついているという自覚がないこともあります。裏切られないためにも、こういうタイプの人間の話は、話半分に聞いて、全部を鵜呑みにしない方がいいと言われています。自分の話も話半分で全てを正直に話す必要はないと思います。12個目は、ターゲットを離さない。ターゲットが離れようとしたら引き戻そうとします。これはナルシストと関係を持っている人は、間違いなく経験している方が多いと思います。特に彼氏や彼女がナルシストの場合は、このような状況に出くわすことがあります。例えば、あなたがナルシストの彼氏から精神的虐待を受けた後に、もう彼がうんざりで彼から離れようとします。そしてあなたは歩き出して、やっと彼から離れられて新しい生活を始めることを楽しみにしていた時に、彼は再びあなたを引き戻すためにあなたの前に突然現れます。13個目は受動的攻撃行動が見られます。受動的攻撃性とは、
本人が感じている怒りや不満などの否定的な感情を相手にぶつけず、消極的かつ否定的な態度や行動を取ることで相手に攻撃しようとする心理のことを言います。英語でパッシブは受動的、アグレッシブは攻撃的です。攻撃的ではない受け身の状態だけど、相手を攻撃している心理状態のことなんですね。例えば、嫌なことやりたくないことに対して、嫌だやりたくないという代わりに、わざとゆっくりやったり、忘れたふりをしたり、後ろに引くことで相手に反抗したりします。14個目は、彼らは幸せそうではありません。いつも不機嫌そうで何でも文句を言っていたり、周りの人のエネルギーを奪って気持ちを沈めさせます。15個目は、否定的で物事を批判的に決めつけすぎます。相手のことをよく知らないのに勝手な決めつけで相手を判断します。彼らは自分の価値観だけで断定して人を批判することが好きです。自分にとって都合の悪いことは目を背けて、相手が気に入らない場合は容赦なくどんな相手であろうと裁きたがります。16個目は抽象的です。根拠のないことを言いふらして他人の目を傷つけます。彼らは共感力が低いので平気で相手を見下して侮辱してきます。17個目は理想化して過小評価します。これは恋人関係でサイクルのように起きることが多いみたいなんですが、例えばナルシストの彼と付き合い始め、彼女にプレゼントを渡したり、彼女の気持ちに寄り添ったり、彼女という存在を自分にとって理想的と考えます。しかし、ナルシストの彼は付き合っていくうちに彼女にガスライティングなどをして、彼女を粗末に扱っていくかもしれません。そして彼女を過小評価、つまり低く見てバカにする言動を取ります。彼女の価値を下げて低く評価します。こういった行為を見くびるとか侮ると言います。18個目はガスライティングをしてターゲット洗脳します。ガスライティングについてはこの動画でお話ししているので、まだ見ていない方は概要欄から見れます。19個目は人の手柄を自分のものにします。彼らは平気で他人の手柄を無意識に横取りします。先ほども言ったように、彼らは競争心が強く、負けるのが嫌いです。隠れナルシストは、人から認められたい思いが普通の人よりも何倍も強いので、自分の目標や利益のために必要なものを自分のものにしようとするんですね。20個目は、自己中心的で特別扱いを期待しています。かまってちゃんって時々いますよね。あんな感じで一人ぼっちになるのを嫌がって相手の気を引くためにいろんなことをします。またこういったタイプは私ってかわいそうでしょアピールがすごいので悲劇のヒロインのような状態で周りに同情してもらったり相手が心配しているのを期待しています。はい、今日は隠れナルシストの20個のサインについてお話ししました。最後にお伝えしたいことが、彼らはターゲットに自分は孤立していると感じてほしいためにいじめてきます。彼らの目的はターゲットよりも自分は強くて自分の方がパワーを持っていると思わせることです。だけど忘れないでほしいのは、ナルシストは価値のない人間にちょっかいを出すことはありません。なぜなら価値のない人間からは彼らが必要な自己陶酔的な供給を得ることができないですから、つまり、あなたに価値があるから、ナルシストが生きていくために必要なエゴを得ることができるのです。このチャンネルでは、日常生活、職場、恋愛や友人関係など、様々な状況において役立つ心理学の知識やテクニックを配信します。また、前向きな思考で物事を考える習慣や、メンタルを強くするスキルを身につける方法についてなど、わかりやすく動画でまとめていきますので、このコンテンツが役に立ったと思ったら、チャンネル登録、高評価、シェアよろしくお願いします。また、通知設定をオンにしていただいたら、最新動画をいち早くチェックできます。Twitter とブログもやっているので、興味のある方は概要欄の方からチェックできますので、フォローお願いします。では、次の動画で。